今日はワイキキアイランドに行きますけどね、行く前にこういうふうに靴の泥を落としてくださいということですね。金曜日、そして快晴なんで、さすがに人が多いですね。全員マスク着用です。前回の動画で、何回かこの辺り紹介するので省きます。ワイヘキまで40分ぐらいかかるんで、倍速にして、いきますね。向こうの方の遠くに見える白い建物が、マティアティアフェリーターミナルですね。If standing, ensure you hold on to the handrails until the vessel is safely alongside. We also ask you to take a quick look around to ensure you have all your belongings.Please help us dispose of waste responsibly by sorting your items into the correct bins. And please remember to scan the New Zealand COVID Tracer app QR codes and keep your mask on until you've disembarked. Thanks and ka kite ao. フェリーターミナルに着いたんで、これからね、バスに乗ってオネタンギビーチというところまで行きます。オネタンギビーチに着いたみたいですね。歩いてビーチまで行きましょうか。フェリーで乗ってた人はどこに行ったのでしょうかね。ほとんど人がいないですね。多分これもCOVIDの影響でしょう。波の音でね、ちょっと声が聞こえないと思うんで、別に録音をしてしました。オークランドはね、ここ1週間ずっと COVID-19 がレベル2だったんですよ。今日のね、12時前に警戒レベルがレベル2からレベル1になったんで、みんな元の生活に戻れそうですね。綺麗な、ビーチですよね。もしワイヘキに来ることがあれば、絶対ここに来ることをね、おすすめします。そしたらこれからね、バスに乗って、フェリーまで戻ろうと思いますね。これは、ブドウ畑というか、ビニヤードね、ワインを作る、多分会社の、畑だと思います。というわけで、フェリーターミナルに戻ってきましたね。
フェリーのね、出発時間がまだだいぶあったんで、この辺りをちょっと散策しようと思いますね。たくさんのトレッキングのコースがあるみたいですよ。前回ね、ランギト島を訪れた時にもあったようにね、見晴らしのいいところには戦時中に何か見晴らし台というか作られていて、いまだに残ってますね。ドミトリークックハウスということは昔ここで寝てたんかな、それと台所っていうか、そういう感じですね。中見たいけど無理みたいですね。というわけで駐車場に降りてきました。これからオークランドに帰るんですけど、ご覧のようにすごい列ですね。今回はね、オンデタンギービーチだけ行きましたけど、時間があればね、ホップオンホップオフというバスで一日ぐるっとね、アートギャラリーとか、クラフトショップ、ビニヤードなんかをね、回ればいいと思いますね。帰りもまたね、倍速で帰りましょうか。オークランドダウンタウンに帰ってきましたね。これから電車に乗って家まで帰ります。今日はここで終わりです。じゃあまた、さよなら。